ましょう、はい、まずは、勝利おめでとうございます。今日の試合を振り返ってどうでしたか。まあ、立ち上がりから、まあ、昨日ちょっと前半からちょっと前から行けなくて、まあ、結構先制取られて悔しい展開になったんで、まあ、今日は前から行こうという形で、まあ、先制点と追加点取って、まあ、2-0 で押し込めたのが良かったんですけど、やっぱ結局まだセットプレーでまだちょっと怪しい部分とか、まあ、自分たちでもっと声とかだんだん少なくなってきた時間帯で危なくなったりするシーンが多いので、まあ、そこをもう一回突き詰めて、まあ、第3節目の、まあ、カタール富山戦に、まあ、しっかり臨みたいと思います。はい、ありがとうございます。では次の試合の意気込みをお願いします。まあ、今グループステージ勝ち点3という状況で、まあ、他のチームとの、まあ、得失点差もかかってきますし、本当に絶対勝たないともうノックアウトステージにはもういけないんで、まあ、もう一回、まあ、一回休息日挟んでもう一回まあみんなでまとまって、まあ、試合に臨みたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。